車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト通知パフォーマンスです。今回はボンドボディの入庫の続きをお伝えしたいと思います。先日ご紹介したファントムは今こんな感じで、もう組み込みが多分始まってる感じだと思います。こっち側のフェンダーはもうマンソリーになって、まあ、バンパー、グリル、右側のフェンダーなんかは全部外れた状態です。久しぶりにファントムの骨格はすごいんだぞっていうところを見てみますか。ご覧ください。もうなんか鉄筋コンクリート建築みたいな、もうぶっといフレームだから、この辺見るとやっぱりお金かかってるなっていう感じしますよね。こんなだって前回りフレームの車あります？この下側とかだとやっぱりアーム類がやっぱりこの辺欧州車特にトップレンジとか非常にお金かかってるなっていうのが分解すると分かりますよね。で、あと先日思ったんです。 SNS で見た方も多いと思うんですけど、このフライングレディがこう出てくる仕組み、僕ら結構頻繁に見てるんで当たり前な光景だったんですけど、このシーンを SNS に上げてるのがあって600万再生ぐらいされてるっていう、僕撮ればよかったです。というわけでスピリットオブエクスタシー取り外されております。こんな感じで、これも結構部品で買うと高いと思います。そしてですね、この辺もう塗り上がって仮組みされております。で、こっち側には反対側のフェンダーが、これって純正樹脂じゃないですか。これカーボンだと多少軽くはなるんですか？あ、全然軽くなるみたいです。そして今回ペイントを担当しているいつもの高橋さんです。高橋さん、これは、はい、ペイント、今回絶妙なマットじゃないですか、はい、絶妙なマットですね、はい、高橋さん的にはこれは難易度は、難易度めちゃくちゃ高いです、ね、あ、めちゃくちゃ高いんですか、やっぱり。そうですね。で、これマットにする仕組みとしては、塗ってっから、はい、艶引き剤をもう一回塗るんですか？あ、違います、違います。マットのクリアでもうちょっともともと濁ったクリアを塗って、はい、それは自然乾燥させるとマットになっていく。あ、そうなんですか。艶が出ないクリアっていうのはあるんですか？あ、そうです、そうです。でも今回のってこれ艶の出ない具合が絶妙じゃないですか？そうですね。それはじゃあその塗る前に調整して、調整して調色の段階で調整して、はい、あんまりこう艶を引けちゃうと今度こう黒さがなくなっていっちゃったりとも、グレーっぽくなっちゃうんですよね。そうです、そうです。で、今回は他のベンツとかよりも艶ありますよ ね, すね、うん、というわけでこんな感じで、で、ここを見比べていただくと分かりやすいと思うんですけど、もう本当に分からないぐらい、はい、質感になってる。で、今回面積が今大きいんで、ベンダー、バンパー、ゴースト交換なんで、やっぱり色がずれちゃうと、ね、はあ、しかもまあブロックだし分かりやすくなっちゃうと思うんですけど、今回は絶妙に、はい、こんな感じで。しかも結構もう色もね、ギランギランなんですよ。え、これメタリックかパールかなんか入ってんすか？あ、そうなんですよね。あ、知らなかった。パウダーパール結構入れてみたいな、はい、え、ただのマットじゃないんですか？ただのマットじゃないんですよ。じゃあこれ完成したらぜひちょっと日向で確認したいと思います。はい、今出してもいいですけど、はい。というわけでファントムこんな感じで順調に進んでおります。で、今回は見ていただきたい作業が他にもあるんでお届けしたいと思います。紹介する1台目こちらです。これなんとゲレンデオールペンらしいです。ボンドボディの場合は塗る範囲も調整できますんで、もうがっつりもう見えるとこ全部っていうオールペンもできます。で、今回色はこんな感じのグレーになるんだと思います。というわけで旧車から現行車からオールペン全部できますんで、で、塗る範囲もそれこそエンジン部の中とか、このドア開けた全部内側見えるところ、そういったことまでできますんで、お気軽にお問い合わせください。そしてですね、オールペンこれだけじゃないんですよ。他にも入ってるんで見に行きましょう。こちら GLC なんですけども、これも実はオールペンでございます。赤あるんでヒアシンスレッドでしたっけ、あるんですけど、実はこれマツダ純正の赤に塗ってるらしいです。これは大宮店からの入庫なんで、完成したらおそらく大宮店のブログに掲載されると思いますので、ぜひチェックしてみてください。そしてですね、まだあります。少し前に動画でも紹介しましたけども、こちらの FD RX7 もうこれオールペンというよりかはもうフルレストアみたいな感じの作業が進んで、もう中もドン柄にしてエンジンも下ろして、全部色替えの作業こんな感じで順調に進んでおります。これはちなみにポルシェのアゲートグレーでオールペンしております。というわけで純正にない色なんかも
全然オールペンできちゃいますんで、であんまりオールペン宣伝するとあのボンドボディが死ぬほど忙しくなってやめてくれってよく言われるんですけど、あの僕らとしてはどしどしお問い合わせくださいませ。そしてですね、まだあります。さあ続いてですね、こちらの 221S クラス、これなんとオールペンでございます。しかも積みということで、そっか221ってオールペンしないとマットはないのか。現行で結構マットが増えたんでありそうな感じですけど、実は221の時代はそっかないということで、全部マットでオールペンされております。でもちろんそのマットにするんであれば、まあ、いろんな方法あります。プロテクションでステルスフィルムって言ってマットになるフィルムを貼る方法もありますし、もしくはマットブラックでフルラップする方法もあるんですけど、やっぱり質感ここ攻めるんであれば、まあ、オールペンが有効かなと。で費用はもちろんあのシャレにならないぐらいかかるんですけど、やっぱり大切に乗られてる車であればクオリティ高くオールペンなんていうのもできますんで、まあその辺ご相談いただけるといいんじゃないかなと。今度最後です。最後に紹介するのはこちら G63 なんですけど、なんとド新車です。でもう今 G63 ってマイナーチェンジするんで新車頼めないみたいなんですよね。なんで希望の仕様にしたくてももう注文できないということで、こちらのお客様ボンド名古屋店からのご入庫なんですけれども、オールペンしてもう理想の1台を作っちゃいます。そしてですね、オールペンだけじゃなくてとてつもないプロジェクトになってるので、これは別に次回以降の動画でお届けしたいと思います。ちなみにですね、今回これマットブラックなんですけどシルバーになるそうです。というわけでシルバープラスアルファのカスタマイズでお届けしますんで、ぜひお楽しみにということで。さあというわけで今回はボンドボディのこのファントムの進捗だったりだとか、あと数々入庫してる車を軽くご紹介させていただきました。正直オールペンに関してはその塗る範囲は調整はできるんですけれども、予算的には正直全然安くないです。というのはやっぱりこう妥協なく全部やる気るんで、おそらく激安オールペンとか今世の中いろいろあるじゃないですか、ああいうところと比べるともうはっきり言ってもうめちゃくちゃ高いと思います。ただ満足していただけるクオリティで提供できると思いますんで、もうバッチリのもので仕上げたいというご要望ありましたら、ぜひオールペンだったりこういった激しいカスタムもぜひお問い合わせください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。